サイエンスライター、北丸雄一の地球放送。地球の歴史、その87。本日は恐竜はなぜ大きくなれた恐竜はもう二度と地球には現れないを放送します。滅びた動物が再び現れることはない。これは当たり前の話ですね。でも恐竜の大きさに匹敵する動物がこの地球に出現することはもう二度とない。 こうなると話は少し違ってきますね。その理由は何か。動物の巨大化には条件があって、この条件を全て兼ね備えたのは恐竜だけだったんですね。そして恐竜が滅び去った今、その条件を備えた動物はもうどこにもいない。だから恐竜ほど巨大化する動物はこの地球にもう二度と現れない。恐竜が巨大化できた理由その一。それは体重を支える足の姿勢ですね。 左の動物はモスコプス。最近はゲームにも登場するから知っている人もいますね。今から2億6千万年前のペルムキにいた動物です。このモスコプスは大まかに言うと私たち哺乳類の祖先にあたるんですけど、足がね、体の下にまっすぐ伸びていないんですね。腕立て伏せ状態なんです。腕立て伏せ状態で歩ふ前進しろと言われたら無理があるように、 モスコプスの足のつき方は、重い体重を支えることに向いていないんですね。これは、後ろ足も同様で、モスコプスの後ろ足はガニ股状態なんです。やはり重い体重を支えることに向いていないんですね。これに対して恐竜、例えばディポルドックスは足がまっすぐ下に伸びます。前足の骨は肩からほとんどまっすぐ下に伸びて、体重を支えていて、後ろ足もまた同様。 ペルム機のモスコプスとジュラ機のディプロドクスの違いはね、大きいんです。まっすぐ伸びた足で重い体重を支えるディプロドクスは、はるかに巨大になりました。モスコプスは、頭がディプロドクスの上腕骨の中ほどに届く程度の大きさでしかなかったんですね。効率的に体重を支える足の発明で、恐竜は巨大化を実現できたんです。しかし、体重を支えられるまっすぐ伸びた足は、 今となっては恐竜の先倍特許ではありません。遅ればせながら哺乳類もこの特徴を発明して、今ではゾウのように重い体重を支えて動く巨大種が進化しています。しかしそれでも哺乳類は恐竜ほど巨大にはなれなかったんですね。なぜなら歯の生え変わりに制限があって、歯がすり減った時に寿命が尽きてしまうからなんですね。私たち人間もそうだけど、哺乳類は生涯に一度だけ歯が生え変わる。だから、 永久死がすり減ると食物を取れずに餓死してしまう。特に植物を食べると歯のすり減りが大きくなります。植物は大量にあるから巨大化を実現できる食料なんだけど、繊維質で丈夫で砂もついているか歯を摩耗させるんですね。最大の陸上哺乳類であるゾウはいろいろ工夫して歯の摩耗時間を延長したけど、それでも60年程度が限界。それを過ぎると死んでしまうし、 体の大きさに制限が出るんです。ところが恐竜にその制限は存在しないんですね。なぜなら恐竜は歯がいくらでも生え変わるから。それに、リプロドクスような恐竜はそもそも食物を咀嚼しなかったんです。彼らの歯は口の先にだけあって、葉っぱを食いちぎるだけだったんですね。歯は生え変わり続けるし、そもそも咀嚼もしない。歯がすり減り切って、餓死して、大きさに制限が出ることはありません。 でも、咀嚼できないディプロドクスは、食料をどう消化したんでしょうディプロドクスは植物を食べるけど、植物は繊維質で消化しにくい。どこかで植物をすりつぶしていたように思えるけど、一体どうやったんでしょうかよく言われるのが、ディプロドクスのような恐竜は、そのを使ったという説ですね。鳥は唯一生き残った恐竜だけど、鳥は胃袋の手前に袋を持っていて、この袋、その王に食料を 一時的に貯めたり、すりつぶしたりするんです。時には小石などを飲み込んで、その緒に入れて、小石で食物をすりつぶすんですね。ディプロドックスのような恐竜の化石を見ると、時々すり減った石があるんです。これは、ディプロドックスなどが石を飲み込んで、その緒で植物を潰した証拠である。こういう石を使ってその緒で食物をすりつぶした説は有名で人気があります。ただしね、 実はこれ根拠が弱いんですね。まず第一。ディプロドクスタちの化石から見つかった石がすりつぶし用の石、遺跡と言うんですけど、それであるという確証がない。そして第二点。仮にその石がすりつぶし用の石だとしたら、量が少なすぎる。そして第三点。現在の鳥がすりつぶし用に使った石と比べると、石の様子が全然違うんですね。 これはすりゃ、吸いつぶし用の石ではないんじゃないかという疑惑です。じゃあ、ディプロドクスはどうやったかというと、単純に時間をかけて植物を消化したのではと言われているんですね。確かにそうかもしれません。植物は消化が悪いから、手間暇かけても消化の効率が急上昇したりはしないんですね。それよりは、適当な証拠とそこそこな効率で、どしどし食べて、どしどし出せば良いだけかもしれません。低効率でも、 長い消化管で大量に処理できれば黒字になりますからね。そしてディプロドクスたちの体はその作業にうってつけの構造だったんです。まず咀嚼しないから頭部を軽量化できる。この意味は非常に大きいです。哺乳類は咀嚼するからどうしても歯が大きくなってどうしても頭部が大きくなる。頭を動かすことが難しくなって食料の調達がどうしても困難になってしまう。 ところがディプロドクスたちは違うんですね。咀嚼はせず、頭明るく首を伸ばすことができる。長い首を自在に動かして、高い場所も低い場所の植物もかき集めることができる。そして歯が生え変わるから、歯の摩耗に寿命が制限されない。実のところ恐竜のほとんどは哺乳類と同じ程度の大きさだったんですね。恐竜の中で哺乳類よりも大きく、他の恐竜よりも大きくなれたのは、 小さな頭と長い首を持って咀嚼しないグループだったんです。それがディプロドクスたち。彼らを竜脚類と言いますね。竜脚類こそが哺乳類よりも他の恐竜よりも他のどんな動物たちよりも巨大になれた種族なんですね。さらに彼ら竜脚類の成功の要因である長い首。この進化を可能にしたのは彼らが主流類だからなんですね。地球放送第81回では ニューヨーク0万年後の地球は高温で、温度上昇に弱い人類と哺乳類は絶滅。高温に耐性があるトカゲが優勢になる。そしてトカゲは首を伸ばせないから、頭でっかちの哺乳類的な姿になると述べました。これに対して、いや、恐竜は首を伸ばせたから、トカゲも首を伸ばせるのではとコメントした人が幾人かいたけど、爬虫類はね、哺乳類よりはるかに多様なグループで、 恐竜とトカゲは血栓がかなり離れていて、大きな違いがあるんですね。トカゲとヘビは一つのグループで、これをレピドサウリアと言います。これは鱗のある爬虫類の意味で、日本語訳はリンリュウ類ですね。これに対して恐竜はアルコサウリアと呼ばれる別の系統なんですね。アルコサウリアは死害する爬虫類の意味なので、訳語は主流類。主流類は三畳紀からジュラ紀 白亜紀を支配した恐竜やワニたちのこと。だから支配する主の爬虫類。一方で林竜類は今も昔も日向ぼっこをする小さな動物なんですね。モササウルスような例外もあるけど、基本小さくて目立たない動物だったんです。そしてどういうわけだか、林竜類は胴体を伸ばすのが得意。その筆頭が蛇で他にも胴長な種族を何度も生み出したんですね。反対に種類類は、 どういうわけだか首を伸ばすのが得意なんですね。首の長い種族が何度も出現しています。例えば2億4千万年前にいた爬虫類、タニストロフェウスもそうですね。タニストロフェウスとは、ベルトを意味するギリシャ語、ストロフォスに、長いを意味する窃盗種のタニをつけたもの。つまり、名前の意味は長い帯、そして名前の語尾が男性名の巣だから、長帯太郎さんという命名なんです。 ただしね、命名した時に一体どこのことを長い帯と言っているのか、この説明が実はなかったんですね。タニストロフェイスの首の骨はすごく長くなっていました。もしかしたらこれを長い帯と言ったのかもしれないし、あるいはタニストロフェイスは首にも肋骨があって、この肋骨がかすけを見ると長いテープのように見える。もしかしたら長い帯とはこのことかもしれないけどよくわかりません。 何にせよタニストロフェイスは海を泳ぐ爬虫類で長い首を獲物に近づけて襲ったらしいんですね。長い首の先端に小さな頭があると正面から見た暴露面積が狭くて獲物に気づかれにくいのかもしれないし、推進力を生み出して水をかき乱す胴体や足から長い首で頭が離れているから獲物に気づかれにくいのかもしれません。さてトカゲや首を伸ばせないと解説したら、 タニストロフェイスとコメントした人もいたんですけど、ナゴビ太郎さんことタニストロフェイスはトカゲの仲間リンリュウ類なんでしょうかねあるいはティラノサウルスと同様主流類の一員なんでしょうかカスケは生物ではないから骨で考えてみましょう。リンリュウ類の特徴は青の関節を作る骨が非常に変わっているところなんですね。でもね、この特徴はタニストロフェイスにはないんです。 一方、種類類の特徴は、目の前に穴が開いていること。筋肉や皮膚を半透明で重ねると、こうですね。ティラノサウルスの頭骨は、目と鼻の間に開口部があります。これが主流類,類の特徴なんだけど、機能はよくわかりません。現在の主流類,類である輪には、頭骨の装甲化が進んで、この開口部は閉鎖しているし、鳥では鼻の跡を融合していたりするんです。多分、筋肉の付着点だろうけど、はっきりしないんですね。 ともあれ、この開口部が主流類の特徴なんです。でも、これもまたタニストロフェウスには見られない。さて、タニストロフェウスは一体何の仲間なのかここで紫色を塗った骨に注目してみましょう。この骨はラテン語でマキシラ。上顎の骨、つまり、上顎骨なんですね。トカゲたち林流類では、上顎骨が鼻の穴を縁取るんです。ところが、タニストロフェウスとティラノサウルスは、 そうではありませんね。実はこれ、主流類に見られる特徴なんですね。そして次に目よりも前の部分、噴部を色塗りしてみましょう。トカゲたち林流類は噴部が短めだけど、タニストロフェウスとティラノサウルスは噴部が長い。これも主流類の特徴なんですね。つまり首の長いタニストロフェウスはトカゲではなく恐竜やワニに近い。だからタニストロフェウスは トカゲが首を伸ばせる根拠にはならないんですね。そして先に述べたように、タニストロフェイスは主流類の特徴である、目の前の開口部を持っていないからワニなどよりも原始的。こういう動物まで含めたグループを主流系類と言います。主流類とそれに近い形の皆さんという意味合いの分類群ですね。さてここで唯一首を伸ばした輪流類、ドリコサウルスを見てみましょう。 ドリコサウルスは前回第86回放送で紹介した蛇に近い絶滅中。時代は違いど、タニストロフェウスと同様、海で過ごした爬虫類だけど、背骨の使い方が全然違っているんですね。ドリコサウルスの首の骨の数は12個。一方で、胴体の背骨の数は28個。トカゲの仲間としてはかなり多い方ですね。ドリコサウルスは背骨の数が増えて、 そして、首の骨の数も増えているんですね。リンリュ流類のドリコサウルスに対して、主流類の仲間であるタニストロフェースは、背骨の数と配置が全然違います。まず、赤く塗った部分が首の脊椎、つまり、頸椎ですね。第一頸椎は小さくて目立たず、矢印で示したのは第二頸椎ですね。そして、頸椎は全部で12個。この数は、くしくもリンリュ流類のドリコサウルスと同じですね。 ところが胴体の数は全然違うんです。タニストロフェイスの胴体の背骨は13個。28個あったドリコサウルスよりずっと少ないですね。ドリコサウルスの背骨の数は首と胴体の合計40個と明らかに増えているんです。ところがタニストロフェイスは増えていないんですね。首を担当する背骨の数自体は12個まで増えたけど、首プラス胴体の背骨の数は増えていない。 他の仲間と変わりありません。全体の数が変わらないのに、首を担当する背骨の数は増えている。これはつまり、肩の骨が胴体側に下がったということなんですね。主流類の皆さん、どうも肩の位置を後ろにずらして、首を長くできるらしいんですね。これに対して林流類は、背骨の数は増やせるけど、肩の位置をずらせないんですね。あるいはドリコサウルスがずらしたけど、 あまり顕著な効果が出なかった。多分これが臨流類と種類類の違いなんです。おそらく受精卵から体を作る発生の過程で起こるは制限なんでしょうけど、臨流類は背骨の数を増やせる。しかし肩を動かせないから、結果的に胴体が伸びている。種類,類は肩の位置を動かせる。だから首を伸ばせる。一方で背骨の数はあまり変わりません。臨流類からは背骨の数が増えた、蛇形が何度も出現したけど、 種類類から蛇形は出現しませんでした。それは多分こういう理由なんですね。そして恐竜、ヒーテや竜脚類は首を伸ばせる種類類から生じた。だから肩の位置をずらして首を伸ばせるんですね。竜脚類が誰よりも大型化できた理由。それは重い体重を支えられるまっすぐ伸びた足。歯が変え替わるので歯の摩耗に制限されない。咀嚼しないので 食物の処理速度の制限が緩い。肩を交代して首を伸ばして餌取りの範囲を拡張できる。これらの条件がたまたま重なったことで、竜脚類は大型化できたんですね。この条件を揃えられなかった動物は、それが恐竜であれ、哺乳類であれ、竜脚類ほどの大型化を達成できなかったんです。そして今の地球にこの条件を満足できる動物は存在しません。 哺乳類は歯と首の条件を満足していませんね。首を伸ばせる主流類の生き残りは鳥とワニだけど、この二つの動物も条件を満足していないんです。亀が主流類だという説があります。亀は足の構造を改良すれば、大型化の状況を満たせるかもしれないけど、高温には弱いらしいですね。亀やワニは水辺の生き物のせいか、どうも高温に耐える必要が薄いっぽいんですね。 未来の高温化した地球では絶滅してしまうでしょう。つまり、竜脚類のような超大型動物は、この惑星ではもう二度と現れないんですね。でも、鳥は鳥ならどうか皆さん、こう考えますよね。アフリカの乾燥地帯に住む高葉鳥は、体温が49度にまで上昇しても耐えられる。水という逃げ場のない場所で進化した高温体制ですね。しかも、鳥は恐竜だから、 かつて栄えた竜脚類の大型化条件を満たす可能性がある。でも鳥が巨大化の条件を満足するにはハードルが2つあるんですね。そして鳥は1億5000万年の歴史の中でこのハードル1回も超えていません。鳥が巨大化するにはどうすればいいかなぜ鳥は巨大化できないのか次回の地球放送は鳥巨大化の経路を探ります。ではまた来週。